今日は世界中の旅行者から大人気アイスランド旅行の魅力とその解説をしていこうと思います。はい、どうも。会社を辞めて夫婦で世界旅行3年目ゼオです。スミです。このチャンネルでは一生に一度は見てみたいっていう絶景を全て回ることを目標に世界各国の絶景をお届けしております。今日のお題は世界中の旅行者から大人気アイスランドの魅力の紹介とアイスランド旅行のティップスをいろいろ紹介していこうと思います。ついに来ました。来ました。いや、いきなりなんですけど、うん、浮かれてる場合じゃないです。スミちゃんに聞きたいことがあります、うん、日本人が思う一生に一度は行ってみたい場所といえばどこを思い浮かべますか。まずウユニ塩湖、うん、あとマチュピチュ、うんうん、グランドキャニオンかな。あー、はいはいはい、うん、違う違うやっぱ違いはしないそこも素晴らしいそこも素晴らしいんだけど、うん、本当に一生に一度行ってみたい場所ってみんな日本人大体そのあたり思い浮かべるし、うんうん、まあ確かにそこも素晴らしいんですけども、うん、アイスランド知らないのはもったいない。あー、それは間違いない。そう、アイスランドっていう人なかなかいないじゃないですか。確かに。そう、これってね、マジで例えば日本に住んでて、うん、富士山知らない人とか存在しないじゃないですか、うん、美しいじゃないですか、うん、で日本に住んでて寿司食べたことない、まあ、魚苦手な人はいるかもしれないけど、うんうん、寿司知らないくて、うん、あんな美味しいもんまだ知らずに生きてる人っていないじゃないですか。確かに。地球上に生まれ育って、うん、アイスランド知らないのはそのぐらいもったいないんですよ。確かに。今日は地球人の皆様にまだ知らないっていう方多いと思う、もったいないと思うんで、このアイスランドのね魅力を全力で伝えていこうと思うとともに、旅行に行くぞっていう方に対していろんなねティップスとかを紹介していこうと思います。まあね、本当にアイスランドって、ね、それぐらい熱盛りな場所になってきます。まずアイスランドの概要なんですけれども、アイスランドの場所はヨーロッパ北部のこの位置で、ロンドンとニューヨークのどちらからもアクセスがいいので世界旅行の空路として回りやすい場所になってきています。面積は北海道と四国を足したくらいでかなり広いです。アイスランドの国道1号線が島をぐるっと一周するように敷かれていて、その周りを回りながらアイスランドを一周する旅をリングロードトリップって言うんだけど、僕たちがリングロードトリップした時には2週間ぐらいかけて回ることができました。言語はアイスランド語が主流なんですけども、ホテルとかレストランでは旅行者に対しては英語で基本的には喋ってくれます。基本的にはね、アイスランドの方々って結構優しいので、うん、なんかお互い英語あんまり喋れない、うんアイスランドの人もアイスランド語で喋るし、うん、こっちは日本語しか喋れないし、うん、お互い片言の英語でコミュニケーションで、ね、なんとかいろいろ調べながらお互い喋ってくれるんで、うん、あっちの人は結構ね優しい、優しい、うん、まあなんとかなります、うん、次にシーズンなんですけども、日本と同じく春夏秋冬の四季がありまして、4月から8月は春夏という感じで流れていて、観光的にはハイシーズンっていうシーズンになってきます。また9月から3月も秋から冬っていう風に流れてきてて、ここは観光的なオフシーズンっていう風にはなるんですけれども、ハイシーズンはまあその名の通りアイスランド全土でいろんなところにハイキング行ったりとかいろんなスポット巡れたりするし、うんうん、人が実際めちゃくちゃ多いっていうのが春夏のハイシーズンになってきます。ただね、オフシーズン秋冬に関しても確かにね雪で閉鎖されるような場所もあるんですけども、うん、気をつけてもらいたいのがオーロラみたいな方多いじゃないですか、うんうん、あとは氷河を回るアイスケーブツアーってやつがあるんですよ、うん、これを回りたい人は秋冬のシーズンだけになりますので、うん、ここだけね注意してください。で、私たちが、うん、あの1回目に2月に行った時は、うん、滝がバッキバキに凍ってて、そうだ ね, ねで凍ってたし、さらにこの道もなんか一部こう雪とかで閉鎖されてたりとか、うん、結構こう不自由なところもあったりしたよね。そうだね、うん、冬の時期はねオーロラはめちゃくちゃ感動するんだけど、滝が凍るんですよ、うん、バキッてそうすごい勢い流れる滝がバキバキに凍るっていう。そう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 。だから滝を見たい人はね、春夏あたりに行った方がいいかなと思います。うん、で、私たちはその1回目の反省を生かして、うん、2回目は10月に行って、ちゃんと流れてる滝を見たり、アイスランドの国をこうぐるっと一周するそのリングロードトリップをこう完遂することができました。まあ、っていうのがアイスランドの概要になってくるんですけれども、うん、アイスランドって何がそんなすごいのかっていうところをお伝えしていこうと思います。アイスランドって地理的な特別さがまずはあって、うん、地球ってこう丸いじゃないですか。うん、で
プレートって聞いたことある？それじゃ、うん、ある、うん、なんかさ、日本も地震が多い国で、うん、プレートとプレートのこう境目みたいなところがもう日本のすぐ横に走ってるんですけども、で地球って何枚かプレートがあってで球体になってるみたいな、うん、まあそういうイメージなんですけども、そのプレートの境目がまあ普通はね海の底で海底山脈みたいな、はいはい、ドーってでそうなってるんですけど、アイスランドっていう国は地球上で唯一そのプレートとプレートの境目の海嶺っていうんですけど、うん、その境目がアイスランド上をズバッと走ってるんですよ。そう普通海中なんだけど、うんうん、だからアイスランドに行くとそのプレートの境目が国土で見れるんですよ、うん、すごい。そう、そこがね結構まず変わってるところ、うん、でまあそういう影響もあって火山めちゃくちゃ噴火するし、うん、もう1年に1回2回ボコボコ噴火してるし、その場所がかなり北の方、北極圏に近い場所にあるので、うん、氷河が見えるということで、うん、まあ火と氷の国って言われる。確かに。もうねこの世の地上の自然現象が全てそこで発生してんじゃねえかってぐらい、うん、うん、そのぐらいね本当に大自然が詰まった場所っていうのがアイスランドになってきます。でね、この自然だけじゃないっていうのがアイスランドのすごいとこで、うん、生活の豊かさを表す1人当たり GDP に関しては2024年はなんと世界ランキング7位、でアメリカが6位でアイスランドが7位食い込んでるという感じ。ちなみに日本は38位、1人当たり GDP は、うん、だからすごいね豊かさ的な1人当たりの生産量があるっていう風な数値がまず出てますし、世界幸福度ランキング、うん、これ結構ね北欧の国がデンマークとかフィンランドとか入ってるんですけど、うん、アイスランドは3位なんですよ。まあだからね生産量が高いから、うん、なんかいろいろこう政策とかも行ってるらしくて今は、うんうん、そうっていうのでなんか幸福度もすごい高いらしいです。で最後に治安の良さ、うん、大事。そう、世界平和指数っていうやつがあるんですけども、うん、アイスランドはもう何年連続かでずっと1、うん、世界ランキング1なんですよ。上位の国だとシンガポールとか、うん、なので自然がそもそもすごいのに、うん、生産力も高いし幸福度も高いし平和でもあると、うん、これはもうねどうですかこんだけ素晴らしいよ。すごいんですよアイスランドって。まあそのぐらい面白い国っていうのがアイスランドになります。ここまでがアイスランドの概要で、まあ、外から見たアイスランドの凄さっていうところになってくるんですけれども、実際僕たちがこう回った中でアイスランドのおすすめスポットみたいなのを具体的に紹介していこうと思います。まずね先にちょっと謝っておきたいんですけど、うん、アイスランドの地名ってめちゃくちゃ発音難しくて、うん、でアイスランド語の発音って世界でもトップクラスで難しいって呼ばれてるんですよ、うん、で日本語の文献でアイスランドを調べてもあんまり情報ってないんですよ、うん、この令和の時代で。でそこでデオケの冒険ではもう僕が独自に英語の文章とか調べまくって、うん、アイスランド語も結構調べて、うん、あこれはこういう意味なんだっていう分解をしました。すごい。まずちょっと発音がカタカナと本当のアイスランド語でずれてる部分もあるし、うん、日本語の記事でそもそもずれてる部分もたくさんあるんですけど、ゼオケ解釈の地名のお伝えの仕方をさせていただきます、うん、本当ね例えば Google マップでアイスランド語の地名が読めないんですよまず。ほんで次それを Google に打ち込むと一単語だけを発音する YouTube チャンネルが出てきます。ヘヨヨヨヨヨみたいな。フィアドラララクリューカルなんだそのチャンネルみたいな。あるよね。はい、そこだけちょっと先にご留意ください。アイスランドの魅力っていうのはまず氷河がまずすっごいでっかいのがあるっていうのと、うん、あとそれに伴って滝がめちゃくちゃあります、うん、であとはさっき言った変わった地形がめちゃくちゃあるので、うん、火山性の岩でできた変わった地形だったりそのプレートの境目の海嶺でもうすごい地形っていうところがあるので、うん、そのあたりで有名なスポットとゼオケのお気に入りのスポットっていうのをこの時間で紹介していこうと思います。でまず氷河行ってみましょう、うん、氷河はねアイスランドに行ったらぜひ行ってほしいです、うんうん、なかなか氷河ってね見れないんで、いや本当に、うん、絶対行ってほしい。でアイスランドの国土の 12% は氷河なんですけども、うん、一番でかいのがバトナ氷河っていうのがあるので、うん、これはねツアーとかでもすごいメジャーなので首都のレイキャビックからそのバトナ氷河にバスとかで行ったりあとはレンタカーとかで行ったり簡単に行けるので、ね、ぜひバトナ氷河行って
ってみてほしいなと思うんですけれども、バトナ氷河の近くの氷河地帯にあるいくつかのスポットを観光地として回っていく感じになるんですけれども、うん、一番有名なのがヨークルサルロン湖っていう、まあ、湖があるんですよ。このさ、アイススケートみたいな上にさ、うん、アザラシさんたちがいっぱい寝ててさ、そう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 、それもう本当に多分アイスランドしか見れないんじゃないのって思うぐらい、うん、すごい光景だから、もうぜひ行ってみてほしい。そう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 、ね、野生のアザラシがそう寝てるの。そうそうそう、かわいいね。そう、あくびしたり、そう、うん、こうやってこうかい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 、めちゃくちゃ可愛いんですよ。で、結構遠い場所にいるから、うん、ゼオさんはあの望遠レンズで撮ったから表情とかが見えたんですけど、うん、結構携帯とかだと米粒なんで、うん、カメラ好きの人は望遠レンズとかあると そうだね、まあ望遠鏡とかでも、望遠鏡とか双眼鏡か、うん、あるといいかなと思います。うん、で、僕たちのおすすめその2は、うん、スカフタフェットル氷河で、ここはね、黒い砂と氷河が織り交ざった迫力あるいかつい氷河、うんうん、結構なんか CG というかゲームみたいな世界観がスカフタフェットル氷河になります。あのさ、ちょっと余談なんだけど、うん、この発音が難しすぎて、うん、僕たちこの Vlog を今出してるじゃないですか、うん、アイスランドの、うん、あの最初に出した Vlog のスカフタフェットル氷河を紹介するナレーションの部分、うん、もうカミカミすぎて、その様子ちょっとね一回挟んで見てほしいんですけど。あれやばいよね。笑っていいの？笑っていいよ。Day4 スカフタ Day4 スカフスカフタフェル Day4 スカスタ Day4 動画地帯次はスカフタフェットル、次は氷河地帯です。飛ばした飛ばした、もう言うな、諦めた。もうくくったね、氷河に。もうスカフタフェットルって言えなすすぎて、次は氷河エリア。しかも結構ドヤって言ってるからね。そうそうそう、みたいな。もうあれ涙出る、ほんと聞くと笑いすぎて、ね、で、次のおすすめは、うん、フィアトルサルロンコです、はい、これ本当はね、フィアトルアウルルーンって言うんですけど、うんうん、アイスランドの言葉でフィアトルアウルルーンって言うんですけど、うん、多分こんなね、見たこともないような、うん、アにちっちゃいウとかつけたら、こう見てる皆さんもう覚えられない。確かに発言する意味がないので、うん、僕たちはフィアトルサルロンコと呼んでます。英語読みしてます。このフィアトルサルロンコはメジャーなヨークルサルロンコからも結構近くにあって、うん、ただね、ヨークルサルロンコでめちゃくちゃ人がいるんですけれども、うん、この横にあるフィアトルサルロンコに関しては、うん、あんまり人がいないので結構ね占有できるんですよ。で、しかもこの氷山みたいな山がね見れるので迫力半端ないですし、うんうん、さっきのスカフタフェットル氷河は黒い砂に覆われてるんですけども、こっちのフィアトルサルロンコの方は青いピュアな氷河を見れることができるので、結構ねこれはね思い出に残るエリアになってきます。あとはスミちゃん大好き、うん、ダイヤモンドビーチですね、うん、大好きですねここは、うん、ここはね僕たち4回行ってるんですけども行き過ぎじゃない？そう、アイスランド独特の黒い砂浜に氷河がビーチから打ち上げられて、うん、ゴロゴロ落ちてるっていうような独特のエリアになってきます。私ダイヤモンドビーチ大好きで、ビーチに氷河がこのゴロゴロしてる景色っていうのが初めて見た時衝撃的すぎて忘れらんなくて、その後もう2回リピートして、あそこの景色はもう幻想的だし感動的だったかな。そうだね、なんかさ、こうネットの情報だとこのぐらいの氷河が落ちてるのとかがよくネットで出てくるんですけど、うんうん、もうこの部屋ぐらいでっかいの氷河とかあるあるある、うん、あったんですよ、うん、こんなでかいの落ちてんだみたいな。そうそうそう、それはね結構衝撃的だったね、うん、あれは、うん、あれすっごい良かった、うん、で僕たちこれスミちゃんが大好きっていうのもあって、うんうん、合計で4回このビーチ行ってるんですけども、氷河が落ちてる時と落ちてない時が実はあります。で、僕たちが行って氷河が落ちてた時っていうのは、うん、まず朝の時間帯で、うん、天気が晴れの状態、うん、で10月の時点でめちゃくちゃ見れたって感じです、うん、で逆に見れなかった日は夕方行った時とか、あと朝行ったんですけども雨降ってた日とかは、うん、打ち上げられた氷河が全部溶けちゃってたりとか、そうそうっていうので見れなかったっていうのがあったので、このダイヤモンドビーチで氷河を見たい方は朝の時間帯を狙っていくのがおすすめになります。
はい、今ね、夕日の時間帯にダイヤモンドビーチに来てるんですけど、本当はねここ一帯に氷河がゴロゴロ転がってるはずなんだけど、なんか見当たんない。今日はなんかそういう氷河は見当たんないですね。場所は多分合ってると思うけど。あった？あった。今なんかポイってしなかった。ちっちゃ、どれかわかんないね。あ、これね。ちょっと冷たすぎて。あそこもあるけど結構ちっちゃい感じだね。次はユニークな地形、ロックフォーメーション。このユニークな地形っていうのもアイスランドってめちゃくちゃいろんなね地形たくさん魅力的なとこがあるんですけれども、まず一番おすすめなのはフィアズラオルグルーブル峡谷。ここは谷の高さが 100m なんとあって、長さが 2km もある。もうこれだけでこのアイスランドの規模の大きさを感じ取ってもらえると思うんですけれども、ここの場所ってあのかの有名なジャスティン・ビーバーが PV で使ったことで有名で、もう人気その時出すぎちゃったらしくて、人が集まりすぎて一回閉鎖されちゃったらしい。数年前なんですけど、すごいな、すごい人気で迫力のある場所になってきます。あの考えたらさ、あの 100m 高さがあるユニークな谷が 2km 続いてるってさ、相当でかい、ね。いや相当だよ。相当でかい。信じらんない、本当に。俺さ中学校から最寄りの駅まで 2km あったんだけど、そこまで谷ってことだからね。しかも深さ 100m。 そうだよ。とんでもないもう規模のでかさ。 2km 谷だから。確かに身近なものに例えると規模がさ分かる、ね、そう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 、もうめちゃくちゃすごい。2つ目はスタッドラギル峡谷。これ僕たちはクリスタルって呼んでるんですけど、そうそう、本当にここも世界にここだけしかないっていうぐらいユニークで美しい場所で、このクリスタル型の岩は火山性の玄武岩っていう岩なんですけども、玄武岩の長い柱に囲まれた天然の神殿の間をエメラルドグリーンの川が流れる趣深い場所になってきます。ここ実は最近まで水位が高くて、さらに周りもね羊しか住んでないみたいな、本当に荒れた場所だったんですけども、ここ数年で水位が下がって今の状態になってきて、観光地として有名になってきたっていうような場所になってきてます。スミちゃんはスタッドラギル峡谷はいかがでしょうか？ここは私たち2回行ってて、1回目は観光客の方がメジャーな入り口があるんですよ、足場がついたね、そうそう、観光スポットみたいなのがあって、そうじゃなくて2回目は反対側から見たくって、30分ぐらいトレイルしたのかな。そうだね、でちょっと雪道をトレイルして、反対側から見に行ったんですけど、反対側から見た方が正直私は綺麗だなと思った。そうだね、足場があるところから観光客の方すぐ駐車場から1分ぐらいで普通は見れるんですけど、 そっち側から見てる景色側に入ることができて、なんだったら川に飛び込む人もいたりとか、そう、夏場だと飛び込む人もいたりっていう感じなぐらい、この臨場感をその場で体験できるっていうのはね、結構このアイスランドならではの楽しみ方かなと思います、次はガートクレットルの岩のアーチ。ここはアイスランド西部にあるスポットで、ここも火山性の独特の形をした岩が密集している海岸で、中でもこのアーチ状の天然のオブジェが迫力満点な場所になってきています。ここさ、SNS とかでは見たことあって、写真とかで、けど実際行ってみるとアーチの大きさ結構でかいね、でかさに結構びっくりしたっていうのと、あとその玄武岩、そう、変わったクリスタル状の岩が、そのアーチももちろん玄武岩でできてるし、周りもずっと海岸線が、そのクリスタルの形をした岩でできてるから、その情景がね、規模すげえなみたいな。確かに、見たことないよね。見たことない、ビーチがそれでできてるっていうね。どんななっとんねんみたいな。いや本当にっていう感じのね、本当エリアがガートクレットルの岩のアーチでございました。次は滝エリアなんですけど、滝はもうめちゃくちゃお
すすめがあるのでちょっと何個か紹介します。まず一つ目は滝裏から夕日が見れるセラリアントスフォスです。ここはレイキャベークからも行きやすくてツアーもたくさんあるので一番行きやすい場所っていうのがこのセラリアントスフォスになります。冬は注意が必要で滝が凍ってるので滝裏に行きたい人は春から秋のシーズンがおすすめになってきます。これはね僕たちも2回行って、うん、最初に行ったのが2月で滝裏をねどうしても見たかったんですけど、うんうん、これ Vlog でも説明したんですけど Amazon の Fire TV 見てると写真で出てくるんですよ。スリープ画面で出てくるんでうわここ行ってみてって思って、うん、滝裏から夕日見てみたいって思って2月に行ってみたらもうバキバキに凍ってて、そうそうそう、なんか凍ってるの見た瞬間結構ショックじゃなかった？ショックだったいや頑張っていけるか、いや無理やわこれはそうってことでリベンジして行ったのが10月の秋のシーズンで、うん、この日はね夕日もバッチリ見れて結構綺麗だったね。あれはめっちゃ綺麗だったね、うん、タイミングもベストだったし結構感動したね。感動だった。次はたくさんの滝が谷に落ちているシコリュド・グリューブル峡谷。ここも比較的レイキャビクから近いのだけどツアーがないエリアなので、うん、レンタカーで行くしかないっていうのが少しここの難点になってきます、うん、周りにもね何もないので、ない滝のね迫力はすごいんですけども、うん、まあ、手放しでいいですよってちょっとおすすめしづらいポイントにはなるんですけども滝がねもう連続して落ちてる、そうそうそう、そうの奥行きがねすっごい迫力あって、スポット自体はねめちゃくちゃ感動するエリアになってきます。まあね、これはね、もうアイスランドの凄さを伝えるためだけに今紹介したっていうぐらい。そうだね。これすごくないですか、普通に。いや、ここおすすめなんだけどね。滝何本落ちとんねん、みたいな、うん。そうそうそう。で、この車と滝を一緒に撮ってるんだけど、うん、対比、ね、サイズ感のもう、うんうん、すごいよね。そう、これで規模感を感じてもらえるんじゃないかなと思って、うん、ここで紹介しました。っていうのが、シゴルドグルーブル峡谷になります。次は、グリフブレックホッサル。ここはアイスランド東部にある秘境の土地でレンタカー必須な場所になってきます。日本だけじゃなくて世界中どこを探しても滝ってだいたい2段とか、うん、多いところでまあ3段そうだ、ね、ギリ4段あるかどうかっていうところなんですけども、うん、ここはなんと10段10段滝があります、ね、レベチ滝で10段滝があります、うん、もうねこれ映像を見てもらったら分かると思うんだけど、うん、10段も滝があるともう仕組みがどうなってるのか分からない。確かに本当に10段はやばすぎでしょ。やばい。アイスランドの規模これ見た時ちょっとバグってんなと思っていや本当に初めて見た10段の滝とか、うん、そうそう、もうねシャンパンタワーみたいな。確かに本当シャンパンタワーみたいにもうどんどん流れてる、うん、そうそう、シャンパンタワー地球でやってますみたいな本当に地球規模の歌舞伎町もびっくり映像見てもらったらね伝わると思うんです。確かにわけわかんない滝になってきます。でね、もう一個この滝10段セットと同じく、うんうん、幅がとんでもない滝っていうのもアイスランドありまして、うんうん、デッティフォスっていう滝なんですけども、うん、これアイスランド北部にある滝で、うん、幅なんと 100m。 やばマジ めっちゃ長い。長い、ここ長かったよね、うん、そうそうそう、なんか僕カメラ持って滝撮ったんですけど、うん、可動域に限界超えたもんまだ滝なのみたいなそう、あれみたいな、撮り終わらないんだけどみたいな。確かに、あそこ、うん、幅がすごいからさ、水量がさ、もうあ、そうそうそう、すごいよね。このデッティフォスの水量はアイスランド1最大の水量になってきてて、そうだよね。そうで、うん、迫力はヨーロッパ一迫力があるっていうふうに言われてるらしいです。間違いない。で、これちなみにちっちゃい話なんですけど、このデッティフォスってこう迫力すごいじゃないですか、うん、この迫力の水どこから来てるかっていうと、うん、最初に氷河の時に説明したアイスランドの国土をこう占めてるバトナ氷河、バトナ氷河こっから流れてきてる水らしくて、すごいじゃんそうそう、だいぶ遠くない？相当遠い。バトナ氷河がもう南部にあるエリアで、デッティフォスは一番北の端にあるんで、びっくり。そうそうそう、南から北に流れてんの？そう、流れてる、あの水量で。そう、どういうことちょっとね、もう頭が追いつかないです、追いつかないっていう感じの滝がね、まあ、デッティフォスっていう滝になっています、うん、で最後に滝ラストなんですけども、うん、これね迫力ものすごいんだけど、うん、行くのがとんでもなく辛いっていうところで、ヘンギフォスっていう滝があります。ヘンギフォス、
これは溶岩の断層に囲まれた迫力のある滝で、アイスランドで3番目に高い滝になってきてますもうこれね、ちょっとボジョレーヌーボーぐらい過去最高みたいな言っちゃってるんですけど、これは別に全然ちゃんと定量的なランキングなので、はい、このフェンゲホスっていうのがね、うん、めっちゃ行くのが辛いんですよ。で、一応ネット上の情報だと40分のトレイルで行けるということにはなってるんですけども、うん、春と夏はもしかしたら簡単に行けるかもしれないですけど、僕たちが行ったのはその2月の真冬と10月の秋のシーズンで、うん、2月はねアイスランドで3番目に落差が128メートルある、うん、とんでもなく高い滝が凍ってました、うん、凍ってたよね。凍ってあと川も凍ってた。そうそうそう、信じらんない本当に。まあ、確かにさ、うん、マイナス10度だったから、うん、とてつもなく寒かったけど、うん、ここまで凍るかってぐらい凍っててさ、そうそうそう、ここまで来たのにね。でそれで凍ってたんで断念して、風がめっちゃ強くて、うん、でそれで10月にリベンジして行った時に、うん、まあ、滝流れてて無事、うんうん、まあ、っていうのも変な話なんですけど、滝が流れててなんですけど、もうやっぱりめちゃくちゃ厳しい環境で、うん、風強いわ、気温も寒いわ、そうそうそう、なんですけども、この勾配が激しいから着込んでいくんですけど暑いんですよ。そう、暑いんですよね、うん、体温管理マジで難かった。そうそうそう、っていう結構難所がヘンギホスになってきます、うん。滝のね、迫力はもう太鼓判、地球上でここにしかないってぐらい、溶岩状の赤土の断層があって、うん、そこを流れる高さ128メートルの、うん、もう超迫力ある滝です。確かに、うん、あそこは確かにたどり着いたら感動だね。途中がやばいね、途中のそのさ、結構坂道が雪で凍ってるから大変、登るのが、うん、そう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 、うん、なんかちょっとマジで一歩間違うと川にそのまま滑り落ちちゃうみたいな、結構危ないんだよね、うん、っていうのがまあ変形ホスになってきます、うん、私たちさ、うん、ここなんか自然と地獄谷って呼んでるよ、ね、呼んでた呼んでる呼んでる。これヘンギフォスっていうのはこの動画作るために調べてヘンギフォスって知ったけど、俺らの中では地獄谷って呼んでる。地獄谷って呼んでる。もう道中が辛すぎて、うん、地獄谷って呼んでます。だってあの滝自体もさ、溶岩の中をさ滝が流れてるみたいでさ、そう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 、しかも凍ってるし。地獄みたいな。地獄。地獄でしょあんなもん。本当に地獄の世界観だもん。いや、そうそうそう。ちなみに今お伝えしたスポット以外にも、うん、この道中もね。道を車で走ってるとすごい周りの景色がすごい綺麗で、モコモコの苔ゾーンとか、うん、あと川が血管みたいにこう枝分かれしてるエリア、そうそうそう、これアイスランドで結構有名な、有名だよね、うん、結構見るとね迫力あるんで、うん、っていうのとか、あと雪と黒い土がブワーッと一面に広がっている火星みたいなね、うん、火星だよね、うん、本当にもともとインターステラーとかの撮影もあそこでやってるぐらいだから、うん、そうだよね、まあ、本当にね地球とは思えないような景色が広がってるっていうのが、うん、アイスランドのねすごい感動する景色になってきます、うん、っていうのが今回紹介したスポット、うん、まあ僕たちが印象に残ってて、これはアイスランドすごいぞっていうのを伝えるためにピックアップしたスポットなんですけども、これ以外もね本当にめっちゃあるんで、ぜひとも Vlog の方をチェックしてみてください、うん、はい、ここで今日協賛いただいている eSIM のトリファさんの紹介をさせていただきます。このトリファさんのサービスは海外旅行者向けの世界でいろんなところで使える eSIM サービスになってきます。特徴としては日本企業が作る日本人向けのサービスなので安心安全っていうのが一番の売りになってきています。で世界にはねいろんな eSIM、 格安 eSIM っていうのが呼ばれるものがあるんですけれども、うん、意外と海外で使える日本企業が作ったeSIM ってあんまりないんですよ、うん、なのでそのあたりね結構初心者の人が使いやすいかなってところで今回紹介させていただいております。で特にトリファのアプリをね一回ねインストールして見てみてもらいたいんですけども、うんうん、アプリがめちゃくちゃ操作性が良くて、うん、で特にねお気に入りなのが僕はねこの診断機能ってやつがあるんですよ。でこの診断機能何かっていうと、旅行じゃいざ行くぞってなって、うん、eSIM じゃネット使うために買わなきゃっていう風になった時に、自分が何ギガ買う必要があるの
かっていう。あーそうだよね。結構難しいし、分かんないじゃないですか、うんうん、3ギガで足りるのかな、うん、10ギガ買おうかな、けど10ギガちょっと高いなとか、うん、何ギガが適切なんだろうみたいな、うん、なってくると思うんですけど、この診断機能で自分のその用途とか、うん、地図を使いたいのか何を使いたいのかっていう用途を選ぶと、自分に必要なギガ数を提案してくれるんですよ、うん、これねめちゃくちゃ分かりやすい、うん、これ分かりやすいし、うん、海外旅行初心者の方にはすっごいありがたい機能だと思う、うん、あとは日本語の友人サポートを24時間利用できるっていうことで、ここもね結構他のサービスにはない特徴になってきます、うん、実際ね eSIM って使うのに初回使うのちょっと難しかったりする場面もあったりするんですよ、うんうん、でそれは自分が悪いのか海外のネット環境が悪いのか切り分けっていうのがすごい難しくなってくるので、うん、それにね時間かけてると、せっかくの海外旅行がね時間がもったいないので、うん、その日本人のサポートにいろいろ聞いてすぐ解決するっていうのは本当に、ね、おすすめなんですよね、うん、僕友達でいたんですけど、うん、ネット予約だけしてサポートがなんかよく分かんなさすぎて、うん、そのまま購入したまま日本に帰国したみたいな使えなかった、使わず、そうそのまま使えず持って帰ったみたいな人もいたんで、うんまあ、そういう風にならないように日本人の友人サポートが24時間ついてるっていうのはかなり熱いかなと思います。あとねこれトリファさんの eSIM で一個ねこれしれっといいなと思ってテザリングができるんですよ。いいね。結構ね容量無制限みたいな eSIM とかも結構海外だとあるんですけれども、うん、テザリングできないとかっていうのもかなり多いんで、うん、例えばそのパソコンを使いたい仕事で行く方とか、うん、テザリング使いたいとか、あとは海外なので友達の eSIM が使えなくなった時に助けてあげれるとか、うん、そういうねテザリングってそう、うん、あると便利なのでここもね一個ポイントなのかなと思います、うん、で今回はデオケ専用のクーポンコードとあと URL をリンク概要欄に貼っておくので、ぜひともねアイスランド旅行に限らず、うん、いろんな海外旅行で使ってみてください。はい、じゃあこれまでがアイスランドの魅力っていうところをお伝えしてね、うん、伝わったんじゃないかなって気はするんですけど、うん、でこの後はアイスランドこれから行くぞっていう人に向けて旅行のティップスをいろいろ紹介していこうと思います。最初はアイスランド旅行をするために必要なアプリについて紹介します。アイスランドはね結構こういろんな情報を仕入れながら旅行するとすごい快適に旅行できるので、いくつかね入れるべきアプリがあるのでそれをね紹介しようと思います。じゃあまず最初がガイドトゥアイスランド。これはアイスランド旅するのは絶対入れてほしくて、なぜならスポットの情報とツアーの予約がここからできるんですよ。一応これアプリあるんですけど、全然ウェブサイトからでも必要な情報が取れるのでぜひ検索してみてください。これ結構ねアイスランドの観光スポットについてめちゃくちゃ分かりやすくまとまってるし、うんうん、かなりね網羅してまとまってくれてるし、あとねこれ日本語変換もしてくれてるんですよ、うん、なのでまあ世界対応してるみたいな感じなので、うんうん、これはねまずアイスランド行くときはまあ絶対みんなね見るし、そのまま見たスポットに関連するツアーもね、うん、そのままそのサイトから予約できるので、うん、もうめちゃくちゃ便利なサイトになってきます。私たちが参加したアイスケーブツアーはこのガイドトゥアイスランドから申し込んだので、うんうんうん、もうすっごいおすすめです。そうだね、うん、じゃあ次、はい、次はセーフトラベル。このセーフトラベルはアイスランドをご自身でレンタカー借りて移動するときにはもう超マストで、アイスランドって、まあ、特にこう秋冬なんかは雪が結構場所によってすっごい積もるんですよ。でしかも日によって通れる道が変わるんですね、うん、それをチェックできるのがこのアプリになってます。なので私たちも、まあ、まさにこのリングロードトリップしてる時とかは毎朝チェックしてこの道通れるかな通れないかなっていうのをチェックして行ってました。アイスランドって冬とか秋とかは雪でやられることもあるし、うん、あとは火山がめちゃくちゃ噴火してて、うん、道に溶岩が流れ込んでるみたいなこともちょこちょこあるんですよ。でそういうのをチェックできるのがこのセーフトラベルっていうアプリなので、まあこれレンタカー借りる人は特にチェックしてみるといいかなと思います、うん、次がオーロラっていうアプリになります。特にこのアプリ活用するのは秋冬のオーロラの見える時期なんですけど、これはアイスランド以外でもスウェーデンとかノルウェーとかその他のオーロラが見える地域でも活用できるので入れておくのがおすすめです。これなんかさ半年ぐらい前に、うん、北海道でもオーロラ見えたみたいなさ あったね。あったじゃん、うん、あの時俺ちゃんとこのアプリ入れてたから、うん、あれ去
今日もしかして見えんじゃねみたいなのをアプリでチェックできたんで、確かに世界中のそうだよね。てかあの時さ、うん、オーロラ通知鳴ったよね。鳴った鳴ったよね結構びっくりした、うん、オーロラが見える確率が高い時は通知でお知らせしてくれるんですよ、うん、このオーロラっていうアプリが。そうそうそう、日本にいる時はほぼほぼ使ってないんで忘れちゃうんですけど、うん、僕らそのまま入れてたんで、そうそう、北海道のオーロラが出た時は通知が久々パコーンって鳴って、うん、パコーンってね、そう結構びっくりしたよね。びっくりした、うん、オーロラがこう見える地域はグリーンのカラーでこう地図にさ、うん、マークしてくれてて、うん、でもマックスで見えますよって時は真っ赤になるの。確かに。そう、その地図を見ながら自分が今どこに行ってどの辺にオーロラが出てるのかっていうのが見ることができるから、オーロラ見たい人は絶対入れといた方がいいです。そうだね、うん、ちょっとこれはアプリじゃないんですけど、うん、Google マップ、レンタカー借りてドライブする人は絶対 Google マップ使うと思うんですけど、うん、Google マップのオフラインのマップをダウンロードすること。アイスランドって大体電波あるんですけど山奥とかは電波なくなるんですよ、うん、でその時にオフラインマップないと結構詰むので、うん、自分の行くエリアを指定してダウンロードできるので、ぜひそれはネットある環境でダウンロードしてからドライブ行くようにした方がいいです。海外の田舎道とか下手したら日本の田舎道でもあるかも。ネット通じないとこがあるから、うんうん、オフラインマップって地域を選択して、うん、そのマップを落とせるんで、うん、ここを結構使うけど電波が届かないみたいな、そういうエリアがあったらそこだけマップ落としとくと、まあ、結構便利かなとは思います。次、うん、音楽アプリです。アイスランドといえばね、長時間ドライブです。長時間ドライブ平気で 4,5 時間するんですけど、その時ってもちろん2人でも喋るけど結構結構暇になるんですよ。そういう時に私たちがすごい活用してたのは音楽アプリで、うん、私たちがよく使うのは Amazon Music なんですけど、 Amazon Music のお気に入りのアルバムとかをオフラインで聴けるようにダウンロードしておくんですよ。でダウンロードしといて5時間ドライブで夏メロ聴きまくって、そうだね、車内カラオケをしまくるっていうのが結構私たちの5時間ドライブをエンジョイする Tips みたいな。そうだね車内カラオケとかはね、アイスランドでも結構思い出にはなってるよね。そうそうそう、なんかアイスランドって Google マップが結構バグるというか、うんうん、アイスランド表記で1時間で到着するって言ってても、うん、むっちゃ遠かったりするんですよ。そうそう、するする。ほんで結局3時間とかかかったりとかするんで、うんうん、あ1時間だって言って車で懐かしい、なんかこれ中学校時流行ったよねみたいな曲流して2人で歌いながら、うんうん、そうそうそう、爆笑しながら進むんですけど、1時間かなと思ったら3時間ぐらいずっと熱唱してて、うん、声カスカスになるみたいなそう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 、そういうのあるんでね、うん、スミちゃんのショーツでも一個出してたのは絶対するなアイスランドで車内カラオケっていうわけわかんないショーツ出してたこともあったぐらいなんでそんな感じで結構楽しめるんで、うん、音楽アプリっていうのは便利かなとは思います、うん、以上が入れるべきアプリっていう感じなんですけれども、ここからねアイスランドでのホテルの探し方を紹介しようと思います。まずアイスランドのホテルの探し方のコツなんですけども、うん、使うアプリとしてはブッキング .com をまずメインで使うかなと思ってます、うん、普通はね Google マップとか、うん、あとエクスペディア使ったりアゴダ使ったりとか皆さんされると思うんですけれども、うん、アイスランドってねなんかアゴダとかエクスペディアとかには載ってないシェアハウスっぽいホテルが多いんですよ、うん、で別に自分たちの個室ではあるんですけど、うん、風呂とかトイレとかは共用だったりするっていうところが、うん、アイスランドで結構多いので、そういうところをねブッキング .com で探して予約するっていうのがメインになってくるかなとは思います、うん、で一応アイスランドって物価が高い国っていう風に言われてて、うん、まあ実際ちょっと高いんですけど、うん、首都のレイキャビックに関しては結構普通の日本のビジホみたいなのと同じく1万3000円ぐらいからビジホみたいなところに泊まれるっていうイメージで、レイキャビックを離れた、うん、まあ、氷河地帯とか火山地帯とかに行くと2万3000円とか2万5000円ぐらいで、うん、ビジホクラスに泊まることができるっていう感じです、うん、ただね、まあ、キャンプやってる人とかもめっちゃいたりするんで、そうそうそう、いいですね、そこはまあちょっと工夫次第っていう感じ、うん、ただ絶対に冬のキャンプはできない、もう凍るんできつい、そう、冬のキャンプは全くおすすめできないんで、うん、そこはホテル予約して泊まってもらうっていう感じにはなるかなと思います、うん、
続いてレンタカーなんですけど、アイスランドは基本的に一本道をずっと走るドライブがすごく多くって、簡単に運転できるし、行きたいスポットもやっぱレンタカーあると寄りやすいので、結構レンタカーはおすすめになります。これ本当冒険してるって感じになるよね。そう、スカイ旅行してるなってこう感じれたのが結構アイスランドかも、うん、そうだね、うん、でおすすめのレンタカーショップなんですけども、うん、基本的にレイキャビック空港、まあ、ケプラビック空港の周りに固まってレンタカーショップがあるエリアがあるんですよ、うん、で基本的にそこの固まってるエリアでどっかで借りるっていう感じにはなるんですけれども、うん、便利なサイトが1個あって、うん、ノースバウンド IS っていうレンタカーの比較サイトがあるんですよ、うん、でこれ何かっていうと、いろんなレンタカー屋さんがあるんですけれども、うん、その中で自分に適した価格の車で利用可能なものを車ごとに比較して表示してくれるっていうサイトがあるので、このノースバウンド .is っていうサイトをまずは見て、どの車が安くで今使える状態なのかっていうのを見ていただくっていうのがいいかなと思います。ただ一個注意が必要なのは、最初ね、僕たちこのノースバウンド IS ってやつが便利っていう風に聞いて、うん、こっから予約したんですけど、レンタカーショップ自体はそのノースバウンド IS ではなく、その先のレンタカーショップ、そう、バジェットレンタカーとかさ、クストとかになるので、うん、そこの人と会話しないといけない。特にね、この集合する場所、空港でピックアップしてもらってレンタカーショップに連れてってもらうんですけど、うん、あれノースバウンド IS の人ってどこかなみたいな、そうなんかシクストの人とか、うん、バジェットレンタカーの人はみんなピックアップされてるけど、うん、ノースバウンド IS の人がいないぞってなるんですけど、うん、そこはシクストとか、うん、どこで予約したかっていうのはちゃんと覚えておいて、しかもね、集合できないんですよ。そうそう、でなんか、ね、難しいの。難しいんで、うん、電話してどこですかって聞いて、うん、もう集合して、僕ら毎回 1,2 時間ぐらいロスしてる。ロスしてる。なんかよく質問くるのが 4WD がいいですかって聞かれるんですけど、うんうん、オフロードを走らなければ通常で大丈夫で、うん、オフロードを走る場合は 4WD がいいですね、うん、例えば浅めの川が流れててそこを横切りたいとか、うんうん、そういうとこ行くのであれば 4WD がいいかなと思います。私たちは2回アイスランド行ってて、2回とも 4WD レンタルしてます、うん、だから 4WD レンタルしとくのが間違いないかな。間違いないね、うん、自分たちで秘境を巡るぞとかいう人たちは、まあ、4WD にしてもらうのがまあ無難かなとは思います、うん、多分まあ値段もちょっと高いんですけど、うん、そこまでなんかめっちゃ高くなるっていうイメージではなかった気がするな、そうだ、ね、し何よりやっぱ安全がね大事だし、うん、特に雪道とかはスタッドレスの車アイスランド多いんですけども、うん、雪道とかはやっぱヒヤッとするんで 4WD にしとくとね、その辺安全なんで、例えばまあリングロードトリップするぞとか雪が降ってるような時期に行く方はまあ 4WD にするのが無難かなとは思います、うん、次は持ち物編です。私たちが行ったのがこう2月と10月で、結構秋冬の寒い時期に行ったので、うん、その頃のちょっと必須の持ち物をご紹介しようと思うんですけど、まず末端を温めるもの、例えば手袋、うん、マフラー、ニット帽、イヤーマフとかはもう末端を温めるものは結構必須です。あとアイスランドって天気がものすごく変わりやすいのと、うん、風が異常に強いですよ、うん、なのでこうウィンドプルーフとウォータープルーフの、うん、私たちだとパタゴニアっていうブランドのアウター着てるんですけど、そういうの1枚絶対あった方がいいかなと思います、うん、あと天気も変わりやすくて雨降った後とか歩くことあるんで、うん、トレッキングシューズは絶対持った方がいいですね。そうだね、うん、今言った中だとトレッキングシューズだけは絶対に持って行ってる。ああ、そう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 、うん、どんな時期でも、うん、あのね、うん、普通のおしゃれなスニーカー履いてっちゃダメ。うん、まあ 200% 汚れる汚れる汚れる、うん、泥とかめっちゃあるし、そうそうそう、うん、まあ、羊の糞とかも結構いっぱいあるし、あったりするし、秋冬だとこう雪降ってるから、うん、滑るんですよめちゃくちゃ。そうだね。でトレッキングシューズって足の底、うん、ごついんで、うん、こう滑らないようになってるんですよ、うん、スパイクとまで言わないんですけど、だから結構あった方がいいですね。そうだね、うんうん、で結構1回目行った時俺ら厚手のアウターで行ったら、うん、トレイルとかハイキングとかも辛くて、そう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 、ごついくて重いみたいな、うん、で2回目さっきすみちゃんが言ってくれたように
ウィンドプルーフ、ウォータープルーフの薄手のアウター、うんうん、結構寒い夜でもそれ着てるとね、あったかかって自然と、うん、手袋とマフラーしてれば、うん、だったんでアウターは結構軽くても大丈夫、大丈夫、うん、で季節に合わせて手袋と厚手のマフラーっていうのはウールのマフラーですね、うんうん、綿のマフラー風通すし、うん、汗かくと冷気で凍るんですよ、うん、これがパキンパキンになっちゃうんでウールのマフラーにしてください、うん、じゃあ次は物価についてです。アイスランドはなんと世界第3位で生活費が高い国と言われていて、結構物価高いんですよ、うん、高い、実際高いです、うん、特に旅行に関わる部分だとホテル、レイキャビックの近くだと、まあ、1万3000円ぐらいからまあこうビジホレベルのホテルに宿泊できて、まあ、レイキャビックから離れると2万5000円ぐらいのこうホテルに泊まれるようなイメージになります。あとご飯も高いよね。高い、めちゃくちゃ高くて、びっくりするこれはなんかスーパーとかでポテチとか見ても1袋700円とか、あとはキッチンカー、これ観光客価格っていうのもあるんだけど、ロブスターのスープとか、うんうん、アイスランド名物売ってるんですけど、うん、スープこのちょっとしたカップに入ってて2000円とか高いし、あとレストランで食事したらもう絶対2人だと1万円ぐらいはかかるっていう感じで、かかるね、結構ね食べ物系は高いです、うん、物価は一回こう頭まひらすしかないそう、うん、かなって思います。で僕たちはリングロードトリップ中どうしてたかっていうと、うん、ホテルはさっき言った2万5000円ぐらいで2人で泊まれるんで、ホテルの朝食をめちゃくちゃしっかり食べて、うんうん、ほんで朝食ビュッフェなのでサンドイッチを作って昼と夜分準備して、うん、それを昼と夜食べるっていうようにしてました、うん、でテイクアウト普通にしていいホテルもあるし、ちゃんとスタッフさんに言って有料のお金を払ってでテイクアウトしていいよっていうところもあるので、うん、そのホテルに合わせてやってって、うん、ホテルで基本的に朝食をテイクアウトしてスポット巡って、うん、車移動の間に食べたりとか、そうそう、あとスーパーで粉スープ買って、そうそう買ってた、うん、それを、まあ、ホテルで飲んだりとかして、うんうん、体温めたりとかして、うん、粉スープはまあ安かった、もちろん1000円しないぐらいなんで、うん、結構それでダウンを取ったりとかしてたって感じだね、うんうん、であとアイスランドの一番結構でかい特徴としては、うん、水道水がめちゃくちゃ綺麗っていう、 そう特徴が美味しいんだよね。そうめちゃくちゃ美味しい、うん、水道水からミネラルウォーターが出るっていう風に言われてるので、そうそうそう、水は買う必要ないです、うん、ペットボトルでも水筒とかでもいいんですけど、うんうん、毎日水を入れてて外でそれ飲むっていう感じになってきます、うん、なんかそれと関連するかどうかわかんないけど、フルーツがむっちゃうまいっていう、うまい、そう、わかる。なんか私たちお気に入りのさ、スーパーでマスカット買ってて一房売ってるんですけど、うん、あれは1000円したかな、ほんと飴玉みたいな甘さで、そう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 、プリンプリンのマスカットで本当に美味しくて、そうそうそう、多分世界各国でフルーツ食べたけど、うん、アイスランド結構ピカイチで美味しい。そうだね、うん、あとフルーツはでも安かったわ。確かにね、うん、シャインマスカットなんて日本で食べたらさ、もう3000円とかするじゃん。そうだよ、一房ね。だからマスカットはねおすすめだった、うん、おすすめ、食べてほしい。そう、スーパーに売ってるんで、うん、ぜひ買ってほしい。そうだね、うん、あとアイスランドのスーパーね、ボーナスっていう豚さんの顔したスーパーがどこそこあるので、うん、スーパー行きたい方はねもうボーナス探してください、うんうん、もう救世主じゃないけど、そう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 、ボーナスに行けばなんとかなるみたいな感覚があるんで、うん、そこね見つけたら絶対入ってみてください、うん、はい、ということで今日は世界の旅行者から大人気アイスランドの魅力を紹介するとともに、アイスランド旅行のティップスを紹介いたしました。いかがだったでしょうか。この動画が楽しかったという人はいいねと登録で応援してください。またゼオ家の冒険をより応援してくれるという方はメンバー登録をお願いいたします。もうね僕らね必死こいて編集してるんで、もうより編集頑張れって人はね、ぜひねメンバー登録してもらえるとね非常に嬉しいです。それではまた次の旅でお会いしましょう。人生は自己実現と家族孝行、ゼオ家の冒険は続く。